皆様こんにちは。私はダンスジャルダンの中井真一です。私たちは世界チャンピオンのアンラスとカチューシャを科学の目で徹底分析しています。前回はワルツを2回お送りしましたね。いかがでしたでしょうか。今回はタンゴのウォークですね。どのように踊っているのでしょうか。一般的にはタンゴのウォークと言いますと、一歩目は CBMP で左へカーブしながら前進、2歩目は右サイドリーディングでさらに左へカーブしながら前進ということになっていますね。ところがアンラスのウォークはいかがだったでしょうか。1歩目は CBM をかけながらまっすぐ前進、2歩目は逆に右へカーブしながら前進していましたね。どうしてこのようなことが起こったのでしょうか。このアルナスの踊りを理解するためにはローテーションを理解することが必要です。ローテーションというのはヒップ、ショルダー、そしてヘッドですね。この3箇所を右や左に回転させることを言います。さらにアルナスの踊りをより理解するためにはここで、タンゴの歴史を振り返ってまいりましょう。まず70年代の踊りから見ていきましょう。70年代のタンゴと申しますと、足を右足を左足の後ろにつけて低く保ちます。そして左肘後ろへ引きます。そうすると結果的に右肘が前へ出てきます。この状態で左へ回転しようとすると体全体が左へ回っていきます。やっていきますね。はい、1歩目前進します。最初から左肘を引いておりますから、これ以上も左へローテーションすることはできません。したがって左へ曲がろうとすると体全体が左へ曲がっていくわけですね。したがって常に左へと曲がっていくことになります。続いては80年代のタンゴを見てみましょう。先ほどのスタートが違います。先ほどの場合は左へボディを絞ってスタートしておりました。80年代から少し右を敷くようになりました。真逆ですね。さっきは左が後ろ、今回は右が80年代ですね。右が後ろになります。何が違うかと申しますと、右を後ろに引くことによって左へのローテーションが可能になりました。するとどうなるか。ローテーションができるときは体の回転はありません。したがって一歩目だけやってみますね。一歩目出ていきますと CBM をかけながら前進します。しかし進んでいく方向はまっすぐなんですね。続いて2歩目なんですけれども、一歩目の終わりで左へ、ここでロックしてしまいました。するとここからは先ほどと同じように左へカーブしながら進んでいくことになりますね。続いてアルナスたちの踊りになります。21世紀のダンスですね。1歩目は80年代とほぼ同じと考えてください。実はボディポジションは少し高いんですけれどもね、まあ、CBM 中心にお話をしていきたいと思いますが、同じように右を敷いて1歩目出ていきます。 CBM がかかっていますからまっすぐ進むのは80年代と同じです。ここからですね、アルナスの踊りを理解するためにはローテーションともう一つございます。それは多軸というんですね。ちょっと難しいんですけれども、多軸を説明する前に一軸と比較した方が優しいかもしれませんね。一軸というのは体の中心、ちょうどこのネクタイのところを中心にして体がローテーションするわけです。ところが多軸と言いますと、その軸が中心とは限らないんです。どこにでも持っていけるわけです。例えば私の左手をこれを回転の中心軸としますと、こういうふうに回っていくことになります。逆も可能ですね。右が中心ですとこういうことも可能になります。さて2歩目アルナスはどうやっているかというと、
ここで1歩目 C 面をかけて、普通はロックをするかかってるはずなんです。でここからさらに無理に左に回ろうとすると、こういう状態になったのが80年代です。ところがアルナスの場合はさらに、ね、左へ回転していくと、こちらへ右手に引っ張られていくような動きになります。したがってアルナスの踊りは、1歩目は CBM をかけながらまっすぐ前進、2歩目は右に逆にカーブしていくことになります。ただしずっと右にカーブするんじゃなくて、一旦右にカーブした後左へカーブしていくことを注意してください。アルナスのウォークいかがでしたか？驚かれた方も多いんでしょうね。このようにダンスも毎年毎年進化を続けているのですよ。ある日本料理の巨匠はおっしゃいました。今日の進化は明日の伝統だと。ダンスも同じなんですね。このように素晴らしいアルナスのダンスを今後ともお伝えできると幸せですね。